おはようございます。ディレクター申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よし、今回はね、この前大魔王と9連戦ということになりましたけど、負けても大丈夫ってことが分かったので、ね、少しずつ進めていきたいと思います。ストーリー的にはめちゃくちゃゲロじゃあ今回のね、やりたいことやっていきましょう。レディゴー。じゃあ行きますか。今日も楽しく遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。お、いいね、ひなちゃん。そう、ひなちゃんね、モーモス捨てたんすよひなちゃんね、勇者になって結構、ね、ガチパンになりましたデンタザウルス降りよるでよっしゃ、真剣勝負いきます。さあ行きましょう。今回は主人公を使います。武器は魔獣の爪、そして盾はメタルキングの盾、そして鎧は武道着。さあ行きましょう。今回は武道家で遊んでいきます。よろしくお願いします。仲モンスタードラゴンキッズメタルハンターね、お互い武道家相性があって、さらに森荒野チームということで HP がさらに上がりますね。非力な HP を結構上げるんよ。2500まで上がるからね。よっしゃ行くぜ。お互いホモマスを捨てた者同士仲良くやろうぜ。さあどうしようかな。これ主人公いるからね、つばぜり合いも大事になってくるね。 HP は互角。よしやっていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ連続ブレス獣人剣レズウンチでいこう。お互いね、モンスターかなり強いモンスターが揃ってますね。さあ行きましょう。主人公いくぜ。獣人剣はい、行くぜ。おおおお、320いいダメージ。主人公やっぱステータスが高いからな。ミラクルストライク、はい、210だいぶ経験してくれた。ドラゴンキッズはね、耐性が優秀なんですよね。その後はね、ちょっと HP は低いんだけどね。スターライト、あーあー、めっちゃ食らうやんめっちゃいじめられるやん。ねえ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 ドラゴンキッズをいじめないで。うちのコドナいじめないで。 OK、 いいよ。まだまだまだ切り返せます。まだ切り返そう。こっから返すぞ。よし、いくぞ、せーの、はい。あんまり効いてないぞ。まだまだこっから返せる。まだこっから返せるはず。避けていく。武闘家回避率やっぱ高いからな。この回避率がね、もう武闘家のいいとこですよ。ドラゴンキッズも回避率は結構あるんで、あとはメタルハンターはね、回避率はないんですけど、耐性は優秀ですね。ラビエル、聖なる祈りに包み込む。聖なる祈りに包み込まれる。さあ、いやもう武闘家ほんと早いっすね。200超えなんでね。獣人剣いきまーす。スライムヒッター、はい、会心欲しいね。スーパーノファー、強力な全体攻撃が来ます。あー避ける。いやほんと避けますね。ほんとに武闘家マジで避ける。もう武闘家の回避率はもうね、ほんとドラキン並みよ。はい、041、はい、せーの、おいこー、回収抜き、ラッキーラッキー。これはでかい。息を吸い込んだ。連続ブレス。こちらもね、回収出したんで、もう五分五分ですね。まあ、こっから向こうが返してくるか。ミラクルフラッシュ。避ける。主人公マジで避けますね、これね。いや、もう武闘家のいいとこ、この回避率よ。ローリング操作。まあ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 。まあ、これは大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ここね、つばぜり合いきましょう。つばぜり合い発動。まあまあです、まあまあですね。あとは僕の連打次第っすよ。頑張りましょう。みんなちゃん勝負だ。なんということだマジか、やる。いや、きっつ。これ、ワンチャン向こうの息溜まっちゃうな。ワンチャン向こうの息溜まるかこれ。溜まってもおかしくはないっすね、これ。ミラクルサイク。え、避ける、ラッキー、ラッキー。回避率マジで良好。この回避率はもう本当に。ワンチャンここで勇気溜まらなければ、まだ巧妙は見えます。避けるね。マジで避けるね。はい、041、017。
け。避けられていく。この避けられるのはでかくないか。いや、わかんないな。これ負けまであるな。スバゼヤ向けたのが痛いな。ワンチャンこっからこっちが攻撃を当てて、あと600か。微妙なとこっすね。魔獣の叫びに行く。なんと、いけ。ゼンタが避ける。ちょ、待って待って、ゼンタサウルス君が避けるのはちょっと聞いてないっすね。ああ、やばいね。これはこれはきついか。常にワンチャンを残すぞ。まだある。諦めないぞ、諦めないぞ。メタルハンターがしっかり当てれば勝ちですよ。さあ、例のドーケー、オッケー。さあ、今度はね、大輝くんをやろうかな。この武道家パーティーで。おい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 、すげえパーティー作ってきよる。このパーティーはもう敵でしかないっすよ、こっちの。おい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 。さあ、モンマスでいつもこのパーティー強いんすよ。マジでこのパーティー強いんすよ。ちょっと武道家で敵打ちましょう。モンマスでこのね、凶悪な3体に負けてるんで、ちょっと敵打ちます、今回は。行きましょう。いやー、もう HP がすごいんだよな。さすがに600の差が埋められねえかな。とりあえず向こうがね、あの1ターン目のスペシャルカードは毎回そうなんですけど、あのキーファの稲妻雷光山っていう結構強力なスペシャルカードなんですよね。追撃が発生するってやつですね。これがねマジで強いの。追撃が痛い。これでね、結局みんな持って帰っちゃうからね。さあ、こっちが動いた。獣人剣いきます、いくぜ。はい、主人公に来た。うぅ、返し抜きがキラキラ。すごいね、このパーティーの回心率がすごく高い。素早さが高いんで、その分出やすいんですよね。あー、電位あんま効かねえのか。こっちが全員動いた。なんと先に、はいはい、いくぞ、せーの、はい、いいね。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。初手は完璧よ。ブレイクオール、これが耐性無視の全体技なんですよ。その分やっぱ火力もすごいんで、で稲妻雷光山もいるから結局強いっていうね。はい、一人避けるのはでかいよ。でもでこれ刺激でめっちゃ食らうから、結局食らうんだよな。350も買ってんじゃん。おいおい、嘘だろ。ローリング操作、これも全体技すね。もう味方の全体技比率がやばい。避けろ、避ける、いい。その避けはでかい。神神神神、いいよいいよ。飛翔山、これも全体ですね。向こうもほぼすごい AI ですよね。スペシャルカード使った時点で選べないのにね。あ、でもだいぶ軽減したよ。ここスバゼリアいきます。何が怖いって、主人公の地殻変動なんですよ。向こうのパーティーが怖いのは。 OK、 完璧。これはさっきより今度こそ勝ちます。主人公のスバゼリアもうだいぶ上手くなったからね。いきまーす。はい、 OK。何が怖いって向こうの地殻変動なんですよ。もうかなりの確率で痛恨でんすよ。8割出てる、2割ミス。なんで、あのこの主人公の動きを止めたいんですよ、僕。どっちでもよかったんですよ、最悪は。最悪どっちでもよかったんですけど、一番怖いのは地殻変動で痛恨くやっちゃうことなんで。ここは光の玉しました。あの光の玉じゃない、つばぜれか。痛いね。でもさっき1ターン目の追撃を比較的避けれたのはでかいっすよ。あー、ここ食らうか。うーん、難しいね。これはワンチャン次のターンに負ける可能性もあるけど、ここスペシャルカードは使うの難しいな。ここでスペシャルカードはちょっとまだ無理かな。不確定要素なんですよね、地殻変動はほとんど。さあ、獣人剣いきます、いくぜ。デンタサウルス特攻発動、いくぜ。380、獣系特攻なんで、その分もう火力がすごいだよね。獣人剣はね、獣系特攻で、伝達にだいぶ与えれますね。さあ、何来る？飛翔さん。いや、飛翔さんか。避けろ、避けない、やべきついか。出た、地殻変動。
うわー、おっと見つめたー一つ言っていいですか、今メタルキングの立ち装備してるんでどっちにしても大丈夫っすねはい、そう、どっちにしても今メタルキングの盾持ってたんで大丈夫でしたね。そもそもがレンタックル、さあどう来る、避けていく。じゃあここは詰めましょう。ここはギガデインで詰めて圧倒的な素早さでこのチューパーを打ち抜きましょう。こっちの素早さはもう200超えいますからね。さあラストを決めてくれ、魔獣のおたけび、もうなんでそれなんだよ。あー、ラストコトラン、息を吸い込んで連続ブレス、あー、やったー、勝負あり。このパーティーめっちゃ強いっす。でも舞踏家のこのパーティーすごい強いっすねはい、というわけで今回はね、舞踏家のパーティー、僕が一番よく知ってる舞踏家パーティーで使わせていただきました。いや、ほんと強いね、これ。主人公のパーティーのパーティーってあんまり僕知らないんですよ。まあ、デンタ、リッチはともかくとしてね。他のパーティーあんま知らない中で、いや、唯一、比較的覚えてるパーティーがこれなんですよね、ほんとに。いや、強い強い。これ使っていこう。困ったらこれ使おうぜ。というわけで今回これぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。